リンクスブルーラインはノースカロライナ州シャーロットで運行されているライトレールである。シャーロット地域交通システムによって運営されている。1日の利用者数は29,900人。2005年2月に建設が開始され、2007年11月24日に営業開始。ノースカロライナ州においては1938年に 路面電車が廃止されて、以来初の都市高速鉄道となった。開業して、初めての週末である25日26日には、1日に6万人の乗客が利用した。2018年3月16日に、アンク、シャーロットメイン駅まで延伸。月曜日から土曜日にかけては、朝5時半から深夜1時半まで、日曜日は、 朝6時半から深夜12時まで運転されている。平日は、ラッシュ時は10分間隔、夜間は20分間隔、土曜日は昼間15分間隔、夜間20から30分間隔、日曜日は昼間20分間隔、夜間20から30分間隔で運転。2020年6月以降はコロナウイルス流行のため、全日日をダイヤで運転されている。車両は、 シーメンス S70 軽電車が使用されている。駅にある、券売機で切符を購入する。料金は距離によらず2.2ドル。1日のり放題券、1週間のり放題券、1ヶ月のり放題券なども販売されている。62歳以上の高齢者、障害者は割引がある。大人と同伴している5歳以下の子供は無料。信用乗車方式を採用しており、 駅に改札はないが、定期的にキャッツの係員が車内で切符の確認を行っている。キャッツによると、無賃乗車により収入の4から5%が失われているという。また、2010年6月の推計では乗客の0.5%が無賃乗車しており、1日あたり300ドルの損失が発生している。なお、開業日に限り、 無料で運行された。駅に設置された自動券売機パブリックトランスポーテーションライダーシップレポートホースクォーター20192021年2月18日閲覧。リンクスルーツスケジュールズ。シティオブ・シャーロット・ガバメント2021年2月24日閲覧。AB ・シャーロットエリア・トランジット・システム。シティオブ シャーロットガバメント2021年2月24日閲覧。ウィテガー、ダイアン、ライトレールツーユーズオーナーシステム。ザ、シャーロットオブザーバー、1バイト、ハリスン、スティーブ、ウォントゥライド、プリーズヘルプユアセルフ。ザ、シャーロットオブザーバー、1バイト、バークラット、キャッツプランズツーターゲット、ライトレールライダーズフードンとペー。ザ、 シャーロット・オブザーバーリンクス公式ホームページありがとうございます。